一番俺らがしてる。なんかもう毎日やっちゃう。一番俺らがしてる。あ、ちょっと自己紹介と一発芸とか考えといて、ね。あ、始まった。あと声でっかくね。はい、始まりました。やだ。はい。オール10周年企画っていうことで今回はね。10周年。おめでたいですね。来ましたね、10周年。はい、今回はその緊急企画じゃないですけど、10周年にちなんだ、はい、いろいろな思い出話とかを、はい、話していけたらなと思うんで、はい、そうですね、今からじゃあ頑張っていきましょう。はい、じゃあ清美がおせっかいのように持ってきたお酒でじゃあ乾杯しますか。乾杯しますか。全然飲む気なかった2人。全然飲みたくないよ。ちょっと喉乾いちゃった。しょうがないね。じゃあ10周年オールホワイト10周年おめでとうございます。おめでとうございます。イエイイエイイエイ。これ、ね、見てる人も乾杯してくれたら、うん、9人そうね、いないけど9人が全員が全員飲めてるから、片手に見てくれてたらいいなって思うな。今日いつもより調子悪いですかね、俺怖い、はい、枯れてるって。いつもですよね。いつも乾杯です。いや最近でもね調子良かったんだけど、はい、それこそ10周年なんで、働いて俺がもう6年かな、はい、でもオールホワイトが代表で6年ですか。はい、清美入れなんで僕で4年目ですね、多分。でももうそっか、それぐらいなんだ。はい、そうですね。空は俺、明日でちょうど2年です。お、明日で2年、はい、じゃあ、すごいね。ほとんど周年と一緒です、僕。5分の1いるじゃん、もう俺に。いや、え、なんでもない、10年のうちで計算した。あ、5分の1、なるほどね。はいはいはい、そうですね。そうだね。確かに飛んじゃうからさ、飛んじゃうからやめよう。その発言ね。全然話変わるんだけど、やっぱ清美もさ、すごいいろいろ事故起こすじゃん、こうやって。まあ、ね、事故。今とりあえず軽い事故。でもまあここに、こすり程度でした今。ここに今いないんだけど、やっぱ昨日のミーティングの、青い官房さんの事故はなかなか面白かったよね。あれめちゃめちゃ面白いっす、ね。あれ、俺、今考えても、ね。ミーティングの途中でやめてほしいですね。はい、しかもあの空気の中。そう、今いないですけど、青い官房さんって、好きな言葉があって、下の子はやっぱり、官房どんどん食ってってほしいしってかっこよくいつも言うのよ。それお決まりの葵のセリフなんだけどね。はい、はい、言葉がなんか雑っていうか、ちょっとね、可愛くなっちゃったんですね。最初食ってくで終わらせりゃいいのに、何度も言いたくて、なんだ、うん、そうやって、だから、うん、要は言いたいのは、そう、俺ら上を食べてけって言って、まあそれはそうですね、上をどんどん抜いてけって多分言いたかったんでしょうけど、エボラ青いダメだよ。これ分かるぞ、誰が書いてるか。これ食うはいいんだけど、ね、どんどん食べちゃってって言ったのは、あの清美ですらちょっと大事なミーティング中に笑う。いや、笑うっていう、うん、結構ミーティング張り詰めた空気の中言うとなお面白いっていうかね、そう、はい、空なんてずっと笑ってっから、で、葵ももうそれでグダグダでしょ、恥ずかしくなっちゃって、はい、そう、うちはそこがね、軸になる人間たちがすごくお茶目が多いから、やっぱ楽しいお店だよね、ほんと可愛く見えちゃいますよね、先輩の、うん、そうですね。まだ10年いないけど、俺は6年見てて今日調子悪いですか。そうだね、うん、さっき書いてましたけど、緊張してるのかもしれない、10周年を前にね。この前一人で出てたのに、そう、あれ辛かったわ。もう二度とやらないと思ってるけど、やっぱ3人が一番いいね。足っくりきますね。絵面も絵的にも絶対これでしょっていうね、はい、確かにいい感じですね。見ててってうるさいよ、もう。見ててすいません、本当にたまにやるんです。はい、たまに、ね、何の話しようとしたんだっけ。10周年です、ね、あ、そうそう、まあ、のうち6年見てて、はい、6年見てて、今のメンツがやっぱ一番いせててわけ、お前なんだ。俺ですね。これ従業員だな。これ従業員だな。いててていいね。いててて、まだ眠くない。そうだね。こっち側に出た方がいいぐらいの上手なツッコミしてるもんね。本当です。痛い。そうそう。今の痛い。今のオールのね、ししう、うん、今のオールのね、こう感じが一番ね。ああ、メンツいい感じだと思う、はい、本当。まあ、そうですね、僕入ってからも顔面レベル、うん、接客技術、うん、もちろん売り上げ。うん、いいんじゃないですかね、いいね、やっぱり今、はい、雰囲気も。このベストメンバーで10周年を迎えたることができたっていうのはすごいね、応援として大きいから、ね、はい、今後ますますね、こう発展していくんじゃないかなって思うんですけど、そうですね、すげえ、いろいろやっぱりこういう仕事やってて、ね、1週間ぐらい前からニコ生やりますよって言ってても、はい、
まあ、酒飲む仕事なんでやっぱアクシデントがね続いてますよ。まず一条蘭さん、はい、連絡つきませんよ。つきませんよ蘭さん。これに言っても絶対見てないけどね、あの人。そうですよね、うん、あとね、はい、あのうちのイケメンの楓くんも、はい、なぜかいない。到着が遅れてるんですけど、はい、7時半ぐらいには、到着すると思うんです。まあ、予定が、ヘアメイクがずれちゃったね。はい、ね、じゃあそれはまた楽しみにしててもらって、はいはい、じゃあ考えてた企画の一ついきますか。いきましょう。はい、でででドンってフリップがあればいいんだけど、やりたい、はい、あの携帯にメモってフリップ作ろう作ろうと思ってて最後までダメっちゃってたからね。はい、1回もないですね、作ったこと、うん、そうね、で今までのだからこう遡りましょうよ、いろんなエピソード、はいはいはい、一番ね、はい、2年が一番短い。どうでした、こう最初入った時と比べて。まあ2年ちょうど経ったんですけど、でも何だろう、楽しいっすよやっぱり、うん、俺は、うん、でも空は僕、うん、ちょうど2年前空が入って、うん、レオさんと3人でラーメン食べ行ったの覚えてる、うんうん、あ、覚えて、もう今の空はもう覚えてますね。お兄ちゃんキスっていうか、うん、で男気あって、うん、ちょっとエスっ気のあるもう感じじゃないですか、うん、その時の空なんてもう可愛い、可愛いんですよ。あ、なんか覚えてるわ、ラーメン好きだって言ってて、じゃあみんなで飯連れて行こうか、はい、あったね。だってレオさんがもう、うん、え、何食べたい、味噌がいい、醤油がいい、あ、味噌がいいっす。はいはい、あ、言ってました、ね。どこ味噌がいいっす。リシリ行ったの。いや、白兵衛です。白兵衛です。はい、今でも覚えてます。美味しい店があって、はい。あ、じゃあ。隊長漬けのとこです。そうなんだね。可愛かったんですよ、あの時のそれは。まあ、今が可愛くないわけじゃないですけど。うん、でもね。成長してって、どんどん2年で、あの変わったなって。いや、だいぶ変わりましたよ、僕。そうだね。はい、結構こう見えて、ガが強いからこいつって、はいはいはい、最初すっげえダセ頭できたのね。もうあの昔のホストがやるよう なんか長くてなんかピーンっていう髪型できて、あ、でもそうです、筋盛り、こんな顔かっこいいのにダセいからそれ突っ込んでたら、でもなかなか ね、 ね変えないの、ね、半年かかりましたね、ナチュラルの方がもう今流行りだぞっていう、変えたら変えたでまたそれ貫くから、はいはい、だから一回変えてっから早かったのよ。そうですね、お客さんからも言われ、俺からも言われ、うん、で変えたらやっぱね、あの女好評で、そうですね、やっぱ、はい、っていうのはあるけど、いまだにお前そういうとこはあれした方がいいんじゃないのって言っても、しばらくかかるのこいつはね、直すまでに。そうなんですよね。でもだいぶ明るくなったよ。そうですね、うん、確かに強くなっちゃった。ちょっとあのガサツですよね、まあこう見えてっていうか、うん、部屋汚いしね、はい俺空、俺びっくりたのがなんか買い出しだか行かないといけなくて伊勢丹なんか集合みたいなあったんですよ、はいはい、ちょうどまだ暑い時期、うん、はいはい、海パンで伊勢丹来ましたからね。いや、ダサいんだよ、ね、こいつ。お、海パン、お、ランさん、さあ、登場しました。これなんかね、画面消えちゃいました。清美が変な風にした。清美さん変な風にしちゃった。ランさんが登場しましたよ、みんな。完全に画面が消える。もう見れねえ。もうアクシデントになっちゃいましたね、はいはい、ちょっとリュウ君これスタッフー、スタッフー、そうでもまあ放送続いてますから。そうですね、はい、ランサーを到着しましたよ、やっとですよ。おはようございます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 。ほんとね、待ってましたよランサー。いやいや、とんでもないです。僕今日来ないと思ってましたランサー。いやいや、来ますよ。ちょっと諦めのあれもあったよね。来ます、楓は7時半ぐらいに来るけどランサーは正直分かりませんって言ったんですけど。そうですね、はいはいはい、はい、よかったです、来ていただいて。はい、ランさんもじゃあ何か飲まれますか。じゃあ、鍛錬を誰か。はい、誰か。ああ、戻りました。はいはい、あ、変なボタンはもう押さない、俺は。いじらないようにしましょう。どこを押せば画面が戻る、はい、ここね、この辺、あ、もうビビってやればいいです。ちょっと触れる。いじらないようにしましょう。はい、モテさん。はい、やめます。はい、俺たちの思い出を語ってるんですけど、はいはい、ちょうどもう今、はい、じゃあまあ増えてきたごとにやっぱり祝10周年をやっぱり乾杯しないといけない。そうですね、温度お願いします。はい、じゃあ、はい、10周年おめでとう。よもうランさん来てから33人まで増えてるんで、視聴者もね、増えたね。すごいですか。そうで、一人ずつ、ね、思い出を語ってもらってるんですけど、そう、はいはい、空のね、今ガサツさ、ガの強さは今終わったから次ガサツさだった。はい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 、で伊勢丹に海パンで海パンで登場するとか、しかも白タンクトップに海パンですよ、はい、あの伊勢丹にもう新宿のシンボルとも言える、はい、で海パン以外持ってないのよ、だからそのハンハーパン的なのをね、海パンかスラムダンクの下でしょ。それ俺が開けたんだよ。スラムダンクのやつ、いつも開いてるやつ、ね、俺がイベントでそう
スラムダンクの上下を買ったんだけど、着る機会ないから、これぐらい履いておけば海パン履くならと思ったら、はいはい、まあ、まだまだこっちの方がそれさ、毎日のように履いてんの、擦り切れるぐらい履いてんのよ、ね、それあと、まあちょっと撮影用に買ってくる服がダサかったり、可愛いんだけどね、そこがいや、これダサいっすかつってすげえ花柄のなんか、ね、はい、あ、なんか着てましたね、あのジャケット、はい、あれ、これでしょ、僕それに影響されて同じジャケットじゃなくてシャツ買っちゃいましたね、ルイトモつんだ、あんまそういうルイトモ山形は花柄好きなんだから、あれですね、はい、おしゃれは分かってないんですよね、おしゃれを知らない、浸透してないんですよ、やっぱりうちのおしゃれ番長いますから、まあもうやっぱ、ね、はい、でも、いやあの今の会話の中ですげえ入りにくかったんですけどあの俺も若い頃、すごい花柄シャツ着てましたほらそれはでも時代の花柄じゃないですか、すげー着てましたね、流行ってましたよね、でもドレスシャツの、ね、となんかこう、う丸いの、うん、柄のシャツとか、柄のシャツですもん、俺間違ってないじゃないですか、いやだから、お前が時代に逆行してってるから、それでいいんだったらいいよ、じゃあお前な、流行りはね、繰り返す言うし、なるほど、じゃあ、うん、逆に言ったら先取りなのかな、先取りですね、もう、そう、はい、そんな空くんもね、多分2年経ってすごくね、あの、うん、成長しましたよね、そうですね、成長しました僕、いや、したと思いますよ、自分的には、うん、もう実績もそうだし、従業員の信頼で、上からの信頼、うん、これからね、どんどん上っていく、バッチリですやん、10周年バッチリですやん、もう10周年、はい、だから今変わったってとこを見せてもらいたいから、今ほらやっぱりちょっと俺がね、話しちゃってるから、そらくん仕切りで、ちょっと待ちょっと待って、今ですよね、もうここに、そこの豪華メンバーの意味ですよ、いや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 、だからそれはここはちょっと大事にしましょう、俺も聞かれたいもん、質問やっぱり、あーでもなんか聞かれてーな、聞かれてーな、さらにで、どうですか、質問されてーな、次、清美さんがさ、質問されてーな、まさかの MC チェンジ、清美さんがほら4年だから、次にあれ短いから、でランスが一番、俺が一番新人ですから、オール歴、あー、オールはね、確かに、3年経ってないんじゃないまだ、うん、そうですね、冬にね、なんかこっちに来たからな、ストラグ入ってる時もランスさん、ランスさんいました、あ、そっか、ギリだよね、でもね、俺わかんないです、2月ぐらいでしょ、俺11月っす、11月、はい、あれ俺いたその時、いましたいました、あれ黒髪でした、こっちの箱ですっけ、黒髪でしたよ、そうだっけ、周年俺でもしたっけその時ランサムいましたよ、俺いましたよ、8年前ぐらい、はい、8年前じゃない、8年前、僕らもいないですよそうですね、僕らもいないです、8周年の時、はい、いたっけ、そうなんですよ、いやいました多分、俺いたんで、あ、本当、はい、初めてのイベントでした、エアグルでは何年ですかっていうランサー質問なんで、俺ですかね、言ってあげてくださいよ、はい、もうビシッと、あれ11年ですか、もう10年とか11年とか分かんなくなっちゃうんですね、じゃあもう長11年になるんじゃないですか、11年目やんないです、ね、じゃあいろんなあれを見てきてるんですね、最初エアーからですか、ね、はいはい、そうですね、ランサー、そうですね、どうですか、変わっていました、こうボールのイメージはでもあれだったよ、俺が最初ずっとエアーいた時とかはの印象とはだいぶ変わったかな、今のオールとランスさんがエアーの時の、そう、当時のオール、はいはい、なんかね、当時のオールやっぱりやんちゃなイメージが強かった、あ、まあ、まあ、ね、でもメンバーも、まあね、はいはい、時代も、まあ、みんなのめのめだしね、はい、だってその頃でもナチももう来てるよ、俺は遊びに行ったことはあります。あのうちの現在の副社長が代表をやってらっしゃった時に遊びに行ったことありますけど、すげえやっぱやんちゃだし、はい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 、あの時って深夜営業ですよね。そうだね、まだ深夜の時ですね。だいたいなんですか、12時ぐらいから朝の7時とか8時ですか。でもやっぱ売れっ子は5時に来て、5時 ?1 時間2時間で帰るっていう5時お店な。うん、5時僕らで言うと11時出勤みたいなもんですよね、そうだからね、2時間サクッと売り上げて、朝の5時すごい、でも、ね、しっかりナンバーとか落とさず、うん、入ってたらね、あいつがね、すごいですね、ナンバー人ほど、はい、バー呼んで、そうそうそう、今の方がね、結構やっぱり真面目にコツコツっていう、はいはい、もちろん、はい、そうですね、ね、そらくん仕切ってください、はい、いきなりですか、いきなりって、俺さっきからそうなってたから何も知らねえ、そこからのいきなり俺ですか、だからその仕切りです、じゃあ、いやいや、緊急企画で、じゃあもう、あの頃いた設定であの知ったかぶりした話した、あの頃よかったなあ、あったねみたいな、いや、いかに自然にできるかっていう、それちょっと見てみたい、やってくださいよ、そのくだり、くだり振らないとダメなの、振らないと、頑張れ、応援されてるの頑張れ、そらくん、そらくん
いやでもね、変顔してとかモノマネしてとかすげえいろいろ振られてたから、うん、そっちの方が楽だったらそっちやった。いやそっちの方が楽じゃないですね。ソラはね、はい、俺お笑いキャラじゃないもんね、はい、絶対ね。俺は2年間やったことないです、それ。でもじゃあここで新しいソラの一面も見たいから、じゃあ鉄板で滑るあの、はい、ダメよダメダメって普通に言ってみてじゃん。あのそれはあの分かりきってることを分かりきってるものをあの俺に振るのはちょっとあのひどいですよ。変顔とかモノマネとか、はい、あの無茶振りしちゃダメよダメダメってあのアップで一回ちょっと待ってください。やちょっと待って、やです一回こう寄ってもらって、そんな無茶振りとかは、ほらソラ君やってください。じゃあほらソラ、およよよよよ、ありがとうございます。どんよりで、はい、はい、顔ちっちゃな、お前、まあ、ちっちゃ。じゃあカメラさん、無茶振りとか、ほん無茶振りしちゃダメよダメダメ、ちょっとお願いします。いい、お願いします。全部操られてる、はいね、じゃあソラ君のね、さんさんに日とかいらないです。ソラ君の、はい、いらない、はい、じゃあもう自分のタイミングで、俺にモノボケとかモノマネとか振ったらダメよダメダメ。最悪ですよ、お前。やってくれたな、お前。やってくれたな、やってくれたな、お前。絶対アウトでしょ。いや面白くなるかなと思って振ったんだけど、面白くなると思ってなかったんだけど。難しいな。空の、でも弾けたとこ見てな。見てな、放送時間中に。いや、いい、いい。見てな。かわいいってでも来てるから、やっぱり、うん、やってよかったんじゃない。あ、清美さんのが見たい。僕のは、なんかもう、ね。じゃあ、清美さんもじゃあタイムリーなやつやってくださいよ、なんか。タイムリーですか？なんかありますか？ダメよ、みたいな。僕のでも今ハマってるやつが、多分わかんないっす。あ、じゃあ、よだれだこう。え、ダメダメ、それはダメ。本当はダメダメ。自然に言っちゃったよ。自然に言っちゃったじゃないですか。それはわかんないから、そうか、旬じゃねえ、旬じゃねえ。じゃあ、あれ、あの、倍返しでやってくださいよ。倍返し、どうする倍返しでしょ。じゃあ、もうゲッツぐらい遡ってください、もうそこまで行くなら。じゃあ、おもてなしやってください。じゃあ、ね、じゃあちょっと寄ってもらっていいですか。汗かいてきました、代表。汗かきますよね。じゃあ、どんよりで。いや、まあ、ここから周年の、あの、はい、あれで、じゃあ、あの、10周年来ていただいた際には、うん、際には、やっぱ僕ら感謝の気持ちを倍返し、倍返し。違うことやらないでもうね、言ったことやってよ。なんでオリジナルでやってしまうのかな。本当にダメなやつ。熱いなこの店。熱いっすよね。熱いな、熱いな、熱いめっちゃ熱い、はい、あのね、一瞬で体温が上がるんですね。汗かいてるっすよ、ね、汗かいてる。テロップの俺たちの思い出関係ないからね。本当ですよ。でもまあ作ってるっていう、はい、まあ、そう、思い出やっぱ語りましょう、うん、はい、やっぱそうね、そうですね、はい、はい、どうですか、じゃあ清美選手は。はい、選手、清美選手は、選手、もう4年選手ですけど、4人の思い出、なんですかね、このせっかくなんで、オールデーの、オールデーの4人、この4人で、この4人、僕、多分代表にはとんでもない集大はいつも晒してて。ちょっと言えないことばっかなんですけど、うん、あるんですけど、言っちゃいましょう。いやいやいや、言えないことって言ってるじゃないかい。あの、ああ、あれの件ね。はいはい、はい、あれがいっぱいありすぎて、戦隊系、戦隊系、戦隊系。そう、俺はあのヒーローものが好きで、いやいや、洗ってもらうんですよ、体ね。いやいや、そっちの戦隊じゃない。あ、それじゃない。4人の思い出を、あれかね、十字路で、俺はオールにとっていらないんだって泣きながら、あの、はい、泣きながら十字路の地面を、T 字路なんで、あ、T 字路をじゃあ叩きつけながら泣いたっていう、あ、そんな時もあったんだ。いや、もう病んでて。そんな時あったんですか。こう見えて、何年前ですか。いや、でも、どん、なんかでも、酔って変な風になる時ってありません。ありますよ。やっぱあります、あります。人によってなんですけど、あります、あります。特にこの二人はあります。そうですね。ランさんは、ちょっと神、癖だったり、うん、伝説のランサンバースデーよかったら、じゃあそれの話ちょっと膨らませてください。あ、すごかったもんね、あれね。あれ3年前ですか。あれちょうどでも空が入って間もない時にバースデーで、3ヶ月4ヶ月です、ね、で結構自分あれじゃないですか、なんかその昔からの連れじゃないけど、はいはいはい、それそれやっぱね、はい、ちょっと他の やつよりもなんかちょっと可愛げのあるやつをちょっといじめたがる、はいはいはい、ランさんは好きな後輩ほど いじめますよね。もういじめたくなるっていう、ちゃんと探し出しますもんね、やっぱり。そうですね。
ベロベロだったり当時の水崎葵まず探しましたから、はい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 、そしてなぜかまだ入りたての空にも、はい、あ空もだあの時俺は被害者ですあの時次の日でも僕何されたの蹴られましたお前嬉しそうに言うね普通に蹴られました蹴られましたびっくりしたの痛かったっすしかもシャンパンコール中に蹴られました、あまだ営業中に営業中に蹴られました俺それ分かるっすあの他の席でもランさん呼ばれるじゃないですか、はい、で一生懸命コールしてるとこの辺すげえ強くなってくるんですよランさんここを、ね、ウィー清美ってそういうのあのコール中でも声に出しちゃうタイプなの我慢できない痛いっすよって女の子もちょっとあのここのちょっとつまみはやっぱだいぶまあそうですよね痛いな、これだよ、これだよ白髪はいいんですよ、ね、まあ、確かによ、まあ、用と言っても、まあ、そっから食べたらだいぶ俺らもまともになりましたね、確かに、はい、はい、でもランさん、楽しいでも良い方ですよね、こう長くと思いますよ、はい、もう、うん、確かにね、うん、飲んだらね、長いですからそうランさんは長いですね、はいはいたぶん帰りたくないんですよ、うん、やっとそうだと思います、だから寂しがり屋なんですよいや多分、はい、やっぱね4時5時じゃ開いてもランさんはなんか、はいはい、あるからやっぱいろんなさ、はいはい、行きつけだったり知り合いのところがそうですねやっぱ消えてくもんね、はいうん、そうなんですよね、すごいなそれがでもすごいですね、確かに一人で行ったこともありますからね、すごいですよね、はい、みんなで飲み終わって一人でじゃあまたねって言って、いやちょっと俺夜からっつって、はいはい一人でカウンターで何してんすかねかっこいい一人で清美さんは寝ちゃうから、まあ、僕は基本気絶するんで、はい、一緒に、ね、飲み行きましょうって言っても大体2時半、はい、早い時2時2時だよ ね, もうねでもう眠くなって、はい、だから、うん、羨ましいんですよ本当だからナチさんとか、まあ、ソラもそうですしこの3人が僕ソラはでも結構大概イヤイヤよ一緒に飲んでる時はでも飲まないんですよいや僕飲みますよめっちゃなんか俺最近気づいたんですけど、はい強いっていうか酔っても変わんないって言うけど多分飲んでないんですよこいつは、うん、飲んでないよ絶対俺飲んでますよ飲んでますいやプライベートで飲んだ時そこ行かれてたもん、うん、居酒屋で葵とあ分かるです分かるです行かれてましたね行かれてた結構普通だったんですけどいやなんか様子おかしくて、うん、あ仕事中じゃないと酔うっていうのもあるかもしれないけど、はい、確かに確かにあのねそうお酒に関しては手抜いてますよそらさんそれはさ、いいんですかそれはオールの中枢メンバーとして僕全力ですよ、もう自分飲みますよ飲んでください、じゃあないっすよ、ほとんどないんだったらこれあげるからいや、もちろんあります裏に、裏に300本もあるからいっぱいあるから300本もあるからそうね300本分いっぱい飲んで盛り上げにまるでならないじゃあもうあの隠れ企画であともうこの放送中に空をあのおかしくさせるっていうのをあと4あ30分ちょい35分あのタランチュラもらおうかそうですよねそれはもうあの勘弁してくださいでもテキーラ僕酔わないですまたこういうこと言うんですよなんかね強がるよ何でもそうこのゲームやろうってさ俺強いっすよ負けないあー分かる分かるそれはい本当に強いっすもんだって俺、はいやべえ、強かったか。やべえ、これ本当家でやれよの話になってきたんだけど。いや、そんな、こんな感じじゃない。こたつ。こたつ。前回だって出たよね、前回も。何ですか？青井さんのやつ、こたつ出たっす。グダグダでしょ？こんなんじゃないでしょ、もっと。はい。ね、グダグダでした。絶対これぐらいの方がいい。これ楽しいっす、ね。こうなったら僕2時間半はいけますよ。うん、もう。こう、なんて、遅く起きた朝的な感じじゃん。あのね、もう。はい、はい、もちろんもちろん。もちろんもちろんって何？相づち打っときゃいいもんじゃねえ。もちろん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 ってなんだよどういう意味やね飲みましょうおあ飲みましょう皆さん飲みましょう60人までこれとこれはコメントでしょ右はあコメントですね、うん、あ60人そうそういやでも、ね、これ6000人とかにしたいですね本当、うん、はがき紹介したいから送ってくださいよやりますよそういう形式でねペンネームオール大好きそう匿名希望さんとかね、はいはい、この前あ街角でそろそろ見かけましたでででででででちょっとポスト役用意するからねビヤーンビヤーンこれ何ですかオールデラックス磯の清見って何ですか磯の清見これはこれはね完全にすいません。あ、ハゲてる。打った方が滑ってますよ、これは。
はい、でもだからあの遅く起きた朝はって言ったんで、キリコ的な感じでポジションがいいと、あーやってくれたんですよね。 それのくだりをお前をはもちろんもちろんで流したんだよ、はい、いや優しいよ、優しいですね。ちょっと聞いてなかった。はい、なるほど、ちょっと聞いてなかったです。相槌、はい、相槌でも大事なんでやっぱり、うん、みんなの一番の思い出でも、まあ、それですよね、まあ、最初のテーマ、うん、なんだろうね、やっぱでも社員旅行とかじゃないですか。まあでもランさんはさ、あの国内限定のところですよね。国内、はい、そうなんですよね、国内限定なんだよ、ね、はい、北海道はね、もう、あ、北海道、ね、動物園、西はでもね、どこら辺かな、沖縄まではなって感じ、西の極端、俺正直あれっすよ一番あの、本当はね、あの京都とか行きたいですからね。ああ、ぶっちゃけ。そうね、伊勢神宮行ったり。そうそうそう、はいはい、伊勢神宮は京都じゃないですよ。まあ、なんで京都にしてんのね。さ、伊勢伊勢っていうの。あれ京都って伊勢神宮ありません？ね、それ三重県。伊勢って書いてある。俺もそうそう言っちゃった。もうちょっとなんかね、分かりやすい寺でよかったんだよ。京都清水寺とか。ね、ああ、俺の寺ですね。清水寺。ちょっと感じ違うんすよ、でもあれ。いや、分かるよ。水だもんだって。清水寺じゃないから分かってるけど。あ、そうだそうだ。あ、でもいいっすね。ああいうところはね、いいなって思う。だから少人数でいいんじゃないですか。もっとあの、まあ、逆にね、5、6人ぐらいで。うん、そうですね。ね、豆腐食ったりいいじゃないかね。湯豆腐とかね、あるでしょ。なんか痩せて帰ってきそうですね、あの体とか健康になって。あ、でもさ、清見ってヘルシーならヘルシーなだけ量食っちゃうじゃん。あの、はい、ね、結果、うん、そうだよね、結果食っちゃう、うん、だって今月半ばにハワイなわけじゃない、はい、はい、もう、はい、そうですね、迫ってますよ、ね、周年終わったらすぐですよ。何キロ太って帰ってくるからね、みんなね。いやー、基本僕 2.5 から 3.5 はビルドアップして帰ってきますね。なるほど、なるほど、お前しかも今ダイエット企画みたいなのやってるんでしょ。、はい、勝負で結構冗談じゃない額をおごんないといけなくなるんで。みんなの体重じゃあそれぞれ聞きたいみたいなんで、じゃあ体重ですか。何にも面白くないと思いますけどね、俺らの体重。誰が一番最後に言う？空が軽いんじゃない？一番。俺一番軽いですよ。空は 50? 50? 53ですね、僕は。あ、53。はい、俺58だ。58ですか。俺57っすね。57。はい、多分僕一番背低くて65っすね。70ぐらいないんだよね。70.2 はあるわ。普段なら65。70.2 あるわ。70欲しかったな。そう、でもね、あの65だけど、身長162ぐらいだもんね。170あります、あります。そっかそっか。65ってね、165の65じゃないんだ。いやいや、違う、ね、キログラムの方ね、はい、センチメーターの方じゃない、ね、センチメーターじゃないです、はい、なるほど、体重と身長の間違いに、うん、そう、俺は間違ってないですよ。普通に言っただけなのに、ね、間違えちゃったね。あ、でもダイエットしますね、うん、しっかり。ちなみにそのダイエット始めましょうって時から何キロ落ちたんですか。うわ、しっかり800グラムぐらい落としてます。結構あれ経つよね。はい、どのぐらい経つ。800グラム半間ぐらいですね。ちなみにメンバーの中で、はい、うちのレオさん、エリアマネージャーも入ってるんですけど、はいはいはい、ストイックなんで5キロ落としてます。もう、え、すごいよね。すごい、はい、すごいですよ、ストイックで。ビリーですね。そう、ビリーね、この前ね、行っちゃいましたね。レオさんの場合って、うん、結構やり方がまた人と違ってて、うん、多分筋肉自体も落として、うん、かつ脂肪落としてる。食わないくて、うん、運動めっちゃするんで、うん、多分お金がかかってるでしょ、はい、なんかご飯おごるみたいな。だから必死でしょ。で、あ、うちは葵もすげえ頑張って痩せてるもんね。そうですね、頑張ってますね。もう2キロぐらい落ちてる。いや、2キロって言ってませんでしたよ。でももっと落ちてんの。そんな落ちてないです。あ、そんな落ちてない。 1.2 キロぐらい、ね、1キロって言ってました。そら君、そら君は今年23歳。僕23歳です。はい、そら君だけぶっちぎりで若いですよ、この中だとね。あ、うん、そうですよね。そうですね、てか平成先輩です。なんかここでちょっと線引き、うん、そうですよ。絵的にもやっぱりね。あ、でもやっぱ若いもんな。誰が一番思ってるの。どうですかね。でもみんな譲らないと思いますよ。でもそこはやっぱりこういう仕事してるからね。ほんと一発芸今来るんだったらもう俺だ俺だ。じゃあお願いします。今度なら太陽上がるんで大丈夫っす。いやー、太陽上がるんで。いきなり質問タイム。この中で一番モテるの誰ですか。俺だ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 。おー、なるよ。なるね。ほんとに太陽上がってますよ。ただの人のギャグをお前自信満々にやってるだけだからね。声だけ出しときゃいいんだよ。オリジナルなんてくださいよ。伊賀の探偵帳で
あのオリジナルの作ってくださいよ、もうそこまでなんかいろいろやるから。そうですよね。ね、そう、残り30分ね、また30分かよ、ね、あ、でもまあ思い出話もあれですけど、そうですね、あれ、うん、宣伝にあった代表の新人時代、うん、はい、うん、あれも気になる。いや、俺の新人時代結構、俺も分かんないからね、もちろん多分誰も見たことないんじゃないですか、その新人時代ね。いやいや、ギャル男ですよあ、でも、あ、俺見たことある。いや、俺も、あ、一回、もう俺これホラーだなっていうか、ここに、なんかつけてましたよね、バースデーの時。なんだ、エクステか。それは、でも、バースデー用で一日だけつけただけなんですけど、やっぱりあの、ソラは俺がパラパラ踊ってる DVD とか見てるので、やりますやりませんけど、あ、じゃあ、そう、いやいやいや、目持たない持たないやりたいのかなと、全然やりたい、はい、でも日焼けサロン行ったり、そうそう、黒かったですね、っていうメッシュ入れたりとか、はい、あのね、うん、あ、でも入りましたね、はい、メッシュは。でもエクステは多分結構みんなやってたもん、うん、そう、襟足伸ばしはね、ここね、はいはいはい、絶対あったもんね、全部乗っかってきましたよ。だからそのギャル男からなんか鬼系とかやっぱ流行って、バーバリバーバリ行ってね、そう、エンポリ行ってマル、ちょっとソルガバとかっぽくなって、イブサンローランもろ YSL とか、ね、なんであんなの着てたんだろうっていうぐらいだった。俺も前アイラブディオールっていうの着てました。そうそう、愛してない、もうこれ見よがしに、これ見よがし、俺はディオールですっていう、そうそうそう、あの伊勢丹じゃ使ってないやつね、あの坂膳とかあっち系に果たしてそれ正規品なのかな。まあ坂膳さん、すいませんでも、はい、まあ、いいお店だけどね。中学生ですか。いや、そうだよ。だからソラは中学生の時にもうホストやってるし、そうですよね。ランさんに至ってはソラが小学4年生の時にホスト始めてるわけだから、ね、やばっ、めっちゃやばいっすよ、そう考えたら、ね、あ、そうなの。そうなると、山形県、そうだ、ね、山形県でテクテク投稿してましたよ、僕。うん、まあね、だから時代ですよね。そんなメンツたちがこう一堂に働いてこう、ね、バランスよくできてるんだから、やっぱホストクラブってすごいし、本当すごいなと思いますね、それは。もうさ、ホストで言ったら、うん、俺でだからホスト8年やってるけど、もう6年ここでしょ。やっぱもう学校みたいな感じだよね、ずっと。いや、もうそうっすね、旅行もあって。確かにそうですよ ね、 ね、でこう、うん、こう先輩後輩がどんどんできてって、はいはいはい、言うとさ、そうですね、うん、で俺の新人時代はだから本当にそう、ギャル王で終わっちゃ嫌なんだけど今のところギャル王ガングロパラパラしかないんですよ、うん、でも結構そんなにね、こうなんかこうかわいそうなエピソードとかないよ。あ、でもそれはそうなんですよ、ナツさん、うん、まあランさんもそうだと思うけど、うん、時代も良かったしね。そうですよね、うん、例えばずっと売れなくてエピソードがあんまないんですよね、うん、寮でどうのこうの、はいはい、寮に入ったこととかなかったかな、ないし、確かにね、はい、どんもうすぐ売れちゃったって感じですよね。そうそうそう、じゃあだから新人だより新人じゃない。だから俺がそのやっちゃダメだ、これ。やっぱり清美さんのほらね、あの足の舐め、足舐めて1万もらったりとか。そんな時代じゃないあのハイヒール舐めてないし、爪煎じて飲むって本当に飲まされたりとかね。お前にボトル入れたるよ、洗剤、うん、洗剤、うん、ないないない、うん、あ、そうか、はい、だからあ、もうちょっとしとくください一回だから考える時間あげるから、はい、ちょっとしっかり膨らましてから喋ってね。いや、でも代表のでも、わかんない、そう、でもすぐ売れて、すぐ売れてって、まったくいい時間帯だったから、そうそう、なんかお客さんは作りやすかったよね、ええっていうのと、うん、もうなんだろうな、従業員も少なかったから当時最初スタートとか。え、ぶっちゃけその時も自分が一番ショーの感覚でした、もう。あ、働いた時、働いた時、はいはい、俺一番イケてる。いや、それはやっぱりそういう時期は売れてくるとありますよ、はいはい、そう、天狗な時期、はいはいはい、それは最初じゃなくて、やっぱり売れてきてる時ね、売れかけてる時。そうそうそう、はい、なんかこう、はい、初めてのお客さんとかにちょっとこう嫌なこと言われたらふんってなっちゃってたもん、はい、ね、あー、じゃあいいや、じゃあいいや、もういいわーっていう、すぐトイレに行くふりして、ね、もう、はい、そういうね、さっていうね、勘違いな、わかりました、もうあそこ俺いいとか言ってましたもんね。そう、もうあった、今考えるとね、今じゃもう神様だと思ってますからね本当ですか。なんかずるいな、それ。いや、今呼ばれたらもう、ね、2秒でつきますよ、もうね、ほんと、だからもう裏で空がこうやってあの ABC ってランクつけてるのってほんとダメですよ。いや、ほんとに、ね、たまに D いますからね、女性のお客さんに対してね、はい、そんなことしませんよ、俺、ちょっと待って、何のことか気づくの遅いな、お前何のことか一緒に分かんなかったっすけど、あれ S だな、俺がつけないで
ね、言ってないですよそんなこと。言ってないね。言ってないね。神様ですよ。はい、本当に。でもそうなんです。すぐ売れた。え、その時のお給、まあ、お給料、いい給料をもらうわけじゃないですか。はい、すぐ。はいはい。で、二十歳ぐらいじゃないですか。いい質問だね。はい。それどういう、うん、僕二十歳でやっぱ給料も一桁だったんで。その二十歳の時にこう1円とかってこと1円じゃないよまあ一桁僕一桁エアグループが不安になりますよ、シャラも一桁だよ、どんな多くても一桁だと思ったね。いや、ここ最近毎連続で5、600万もらってますから、ね、そんなもらってないよ、すごい入んないんですからね、なぜか、すごい今日講習会で出ましたよ、爆弾だって出ましたよ。それ、ケラケラ笑ってて、そのね、こういうことテーブルで言っちゃいけないよって。あ、一気に溜まってきましたね。まあ、うん、え、でもあれですか、やっぱ、うん、わー、羽振りよく使っ、だから最初の給料は全部その自分のまずいいもん買っちゃえよっつって時計買ったりとか、あの、はいはいはい、本当変な使い方したね。わ、うん、かるな。なんか次の月もどうせこのぐらい給料もらえるからいいかなみたいなね。貯金って選択肢なんてもうないですよね。じゃあもうないない、絶対なかった。もうそんなもうバーって使っちゃうみたいな。使わねえと流れてこねえっていう。うん、あれね、ほんと金は天下の悪いものって もうわけわかんないこう教えで使ってたよ。キュウミさんはだいたい家が一軒建ちますよ。立たないですよ、立たないですよ、マンション買います。下半身が立たないわ、そう。もう阪神タイガースの家でしょ、もう一旦クールダウンしたいと思った。何なんですか。あ、ほらやっぱナチさん溜め込んで、そうやっぱこう、まあ、貯金は嫌いじゃありませんけど、うん、でも清美の方が持ってますよ。いや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 、どう考えてもですよ。いや、家賃も清美の家の方が高いですしね。そう聞いてますね、僕は。僕2万8000円とかなんで、もう全然。どこ死んだでしょ、人そこ。何人いわくつき。そうね。清美さん、軽トラ買うために。軽トラ買う。俺、じゃあ農業で働けばいいのかな。まあ土地的にはでもね。そうですね。土地はね、買っても。ありがとう。前、俺一回考えたことありますよ。あの牧場経営とか、いや、農業、牧場じゃねえわ。北海道か、俺は。いや、安いからね、山形はね。いや、そうですね。うん、だって、多分、まある程度のとこ5年住んだら、うん、山形中古マンション買えません？多分。買える。買えますよね。全然買える、買える、買える。買えますね。本当こっちの家賃高いっす。家賃3万ぐらいですよ。うん。よし、してる。ワンエルで。3万でいいとこ住める。いいとこ住める、住める、住める。5万で 2L とかでしょ。あ、いけますね、多分。全然いける。そんなの、そう。そうだね、まあいいや、その話は。一番豪華な買い物とか教えて、家賃とか、俺の名言、蝶はなかなかたまらないとか、あのいいの振ってくれてるから、はいはい、本当だ、ね、あのそんな名言は言ったことありませんよ。いっぱい質問ありますね。そうそう、ね、あ、じゃあな代表の、じゃあ今までで一番高いお買い物とか、もう新人時代じゃないんですけど。いや、俺はないっす。いや、ソラさんじゃん。ね、うん、あ、それはちょっと、それはちょっと、あの、あれちょっと暑い、暑い、今、それは暑い、ちょっと暑い、ちょっと暑いっすね、なんか、あれなんでだろう、今、時計ですか。時計買ってすぐなくしてましたよね、そらさん。あら、そんなエピソードだったんですか。まあ、320万ぐらい。そんなしねえわ、そんなしねえわ。いや、でも、値引いて280って言ってましたそんなしねえわ、それでも。それでもそんな高くないっすよ。どこになくしちゃったんですか。タクシーの中でなくしてた。俺ちっちゃくなるわ、それはもう、うん、かわいそうだったね。でもね、うん、でもそれは、まあ、俺は何を教えたらいいんですか、本当に。ナチさん、教えて、うん、教えてナチさんのコーナーって。もうなんか作りたいですね、もうテロップみたいな、できれば。そう、ナチさんの最高月収、それ言えないですよ、だってそんなの、ダメダメ、あの夢がないから。はいはい、そうですね、うん、あの前もね、それエアコレで同じことを質問されて、芸能人に、はい、もうぐったぐったでしたよ。言いましたよね、なんか僕覚えてますよ、養えるぐらいは、うん、そう、あるよーって言ってたね。もうね、はい、もう、ね、あの綺麗な会社なんですよね。いや、したら、いや、そういうのいいんでって言われて、俺ちょっとそう、はいはいはい、悲しくなっちゃったな、うん。じゃあ、ナチさんの貯金だけ、貯金だけ、貯金はダメ、貯金はダメ。じゃあ、ナチさんの1万って僕らのいくらぐらいですか。いや、一緒ですよ。ナチさんの1万バカじゃないの。よくなんか、ちょっと違うなーっていうか、感覚、感覚が。いや、でもランさんのが一番夢があるんじゃない、やっぱり。まあ、一番、まあ、まあ、歴がもういろいろスーパーヒーローですからね、まあ、はい、まあ、僕たちのひどい時とね、その、いい時はやっぱり、はい、まあ、経験しましたからね。もうあれ、やっぱもう
ジャンプみたいな給料っていうか、いやもう世界変わりましたからね。はい、はい、ありましたね。確かに貯金かよ俺の。だから、うん、これいやいや1億ねえわ。これないっすか。1億ないぐらいです。これ多分従業員ですよ。多分従業員です。多分従業員です。1億ねぐれだわ。もう分かんないですよ、そしたら、うん、ね、アンさん、もうね、もう金の話もう周年関係ないから、もう10周年じゃないから、もう10周年で貯めてきたお金でしょ。でも新人時代の話になりました。はい、間違いないです。10周年で貯まったお金ですね。はい、でもまあ、うん、あの時間も時間なんでね。はいはいはい、そう、新人にね、もちろんあお小遣いじゃないけど、そんなね、今新しい新人がいっぱい増えましたから、ね、増えましたんで、はい、それも紹介したいななんて思うんで。そうですね、はい、じゃあ目玉企画のね、はい、そうですね。これはじゃあ全員一気になのか、まあ小分け一人一人がいいんじゃないですか。どうですかね、尺的には。尺的にはどうですか。一人じゃあ2分ぐらいのアピールタイムを、真ん中も代表の隣で、はい、まあ俺とじゃあ清水の間で、はい、じゃあ一人ずつ紹介していこうかな。じゃあ我こそはトップバッター。ケツがきついよ。きついよ。最後はきついよ。オッケー、じゃあ一発目。お、いったね、はい、ストライプ。どう、お、シュウくんでーす。シュウくんでーす。いらっしゃいませー。はい、そうですよ。細いから通れるでしょ。どうぞどうぞ。すみません。ねえ、はい、ほら、はい、ほら、はい、イケメン。目立つね、シュウくん。ちょっと寄ってほしいですね。はい、シュウくんメインで。はい、お願いします。じゃあ寄ってから自己紹介して、もう自己アピール。中国のハープのシュウです。あ、東条栄シュウです。最近名前変えました。お願いします。よっ。はい、まだ1ヶ月、そうですね、1ヶ月目か。今日ちょうど1ヶ月。あ、今日ちょうど1ヶ月か。おー、10月頭からだと。そうですね、はい。やっぱり、ね、顔小さいのよ。俺と比べてみろよ、ほら。なんだ俺、なんでこのデカさ、俺。写真か、顔デカ。うるせえな、お前がちっちゃいんだよ。二丁目っぽいって、いろいろね。うおー、まあ、そう、でも最近のね、オールは、ちょ、待てよ、最近のね、最近のオールはインターナショナルなんですよ、すごいね。そうですね、はい、すごいよ、だって日本語もね、上手だし、はい、ね、もちろん母国のさ、かっこいいじゃん、やっぱり新しい、中国語とかさ、バーって喋ってるとね、うん、でも、あれですよ、清美さんが、はい、初めて嘆いてましたよ、同じ中国のお客さんとわーって喋ってる時に、俺久しぶりに何もできなかったっすね。ランゲージのこう、ね、一応オーバーリアクションで対応しようかなと思ったんですけど、本当心折れる、ね、でも俺らも勉強しないとダメですよね。週ももっと日本語勉強して、はい、俺らもね、はい、こうある程度勉強するからと、はい、ね、What's even now?そう、ちょっとだけね、はい、お滑り、なんて言った、私日本人ですって言っただけじゃないですか。すげえ、そうそう、大学でね、やってたんですよ、はい、でも、そう、そんな今ね、期待 のイケメン、シュウ君なんで、ぜひ ねよろしくって、バイバイ、最後に一言、一言言って、ぜひ、まだ日本語いろいろわかんないですけど、いろいろ教えてくださいよっ、かわいい、かわいいな、はい、じゃあ、シュウ君でした。シュウ君でした。次、カイノがいいんじゃねえか。さあ、続いては、次、これ似てるからな、カイ、あ、いい、いい、これなかなかね、字が難しいカイ君ですよ。どうぞ、どうぞ、わあ、はい、自己紹介しましょう。2連続で髪型ビビットだね、これ似たようなやつが来て、2人、まあ、いっぺんにの、ね、よかったかもね、ね、じゃあカメラに向かってご紹介を、カイと言います。海と書いて書いております。よろしくお願いします。海で書いなんだね。海で書いて簡単な方です。簡単な方です、ね、はい、なんで俺の振りはね、本当だわ。そう、笑顔いいね、はい、ありがたいです。そうですね、あれ今いくつ。今21です。21、いや、若い、フレッシュだよ。これから、ね、頭同じって、そう、さっきのね、シュウのね、一瞬トイレ行ってた人は、まあ、同じ人が座ってるっていう早着替え。あ、でもストライプと、まあ、ちょっと少し、うん、黒っぽいシャツ、そう、これなんて紺色かな、紺色かな、ネイビー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 、そうね、今会の時間ね、会の時間、そうね、どうですか、じゃあ会の自分のこうセールスポイントみたいなのとかさ、うん、セールスポイントですか、うん、僕こういうの上手ですよ、こういうの上手、うん、難しいですね、うん、
なかなか難しい質問しちゃった今でもあれ、あの本当スマホが壊れたら会に聞けよっていう、はい、あ、はい、あ、はい、元ね、特に、まあ、某有名会社の、はい、そうですね、携帯会社に、そうなんだ、最近まで、白い犬のそうですもんね、いや、しあのキノコの方ですね、あ、キノコです、はい、あ、キノコの方ですね、キノコだけ、キノコで合ってる、キノコだけ、キノコだけ、キノコの方です、渡辺謙の方ね、渡辺さんです、はい、あの CD はもう全部、そうですね、スマートフォンだったりね、そうそうそう、そういうことです、じゃあ詳しく話しますんで、ね、結構この職業ってさ、なんかあのこの仕事しかやったことない人って多いけど、うん、でちゃんとそういうね、仕事も経験しながらだから、ね、ぜひそういう人たちにしもね話したら、うん、話合うだろうねきっとね、うんうんうん、まあそういう話にならないと思いますけどね、なぁ、ね、そうだね、じゃあぜひ最後に一言お願いします、ね、カメラのあれですか、だから最近この髪型になりまして、おちょっと韓国の方、韓国最近ブームで自分の中で、ね、韓国好きな人いましたらぜひいろいろ教えてください、よろしくお願いします、よいしょ、カイ君でした、カイ君でした、カイ君にはパイ返ししたいと思いますね、ちゃんと見てるんですね、いや土下座の方やりたかったっすよ、ちょっとやってくれてるね、次我こそ、お次は俺今日からの、今日だよね、入店したばっかりの、はい、今日からの一番フレッシュですよ、もう今日ですか、さっきまで生きてた魚さばいたぐらいの新鮮さ、そうだね、はい、うん、カイ君だけにこう海ネタで行ったのかな、じゃあそれで例えないわよ、入店おめでとう、イエイ、ありがとうございます、じゃあ自己紹介を、今日入りました、サクヤと言います、サクヤ、はい、サクヤです、よろしくお願いします、よっよっサクヤ、大和田もあとでやるからね、サクヤね、ほんと今日からですよね、今日からです、岡山から、ね、ほんときびだんごしょって、うん、こうしょうんだね、しかもね、はい、お腰につけるってなんてやったんだけど、しょうんだね、どんだけ持ってんだよ、そうか、岡山から来た、もうイケメンがね、かっこいいですよね、もう、満を持しての登場だね、ちょっとこう、はい、入店してくれるって言ってからね、一回じ、もっと帰って、ね、充電して、はい、いや、よかったよ、この10周年にね、向けて必要なね、人材がやっとうちに入ってくれたなって感じなんで ね、 そうですね、うん、売りは売りは、ういういしさですかね、なるほど、なるほど、ここにはない、そうです、この、この画面にはもう、お前もないからな、僕ないっすよ、お前、空もないから、いやね、女性をね、アルファベットでランキングつけるんですから、それもこれやってねって言われてね、裏でね、やってないようにしたんですね、そう、ういういしさ大事だね、でも、うん、これからの成長もどんどん見ていきたいし、ね、こう、本当にこう、フレッシュなトークであれしてほしいよね、キャラはどんなキャラなの、はい、まだ緊張してるだろうけど、うん、そのワイワイキャラだったり、そうですね、ワイワイクール系だったり、なんかこう、いや、どちらだったらワイワイですか、ね、あ、いいね、あ、いいよ、オールっぽい、オールっぽい、うん、じゃあフレッシュワイワイだ、フレッシュワイワイ、フレッシュワイワイのサクヤ、はい、字はどう書くの、ちょっと難しいんで、ちょっと口で説明しにくいんですよね、すると難しいのね、なるほど、難しいんですね、じゃあぜひ後日多分ホームページとかね、じゃあ見てください、ホームページを、はいはい、ググってくれたらすぐに出るんでね、はい、オールホワイト、じゃあ一言、うん、今日から入らせてもらいましたサクヤです、あれあって、意気込みを、やるからには一生懸命上を目指して頑張っていこうと思うんで、皆さんお願いします、よっよっ、はい、あのじゃあ今後の昨夜に期待していきたいと思いますね、期待しましょう、昨夜でした、はい、イエーイ、さあ次が最後になるのかな、次が最後かな、お、大鳥、大鳥、大鳥来たよ、リュウ、リュウ、リュウマ、リュウマ、いらっしゃい、いらっしゃい、お願いします、楓くん来ました、はい、楓くん遅刻してます、楓くんまだ入んないでください、今リュウマの時間なので、じゃあ、まあ、新人紹介の最後で、新人紹介の最後で、いやもうそれあの言っちゃったらバレてるからね、視聴者側にあ、言わなかった、生きれいよかったわ、リュウマくん分かってましたよ、みんな分かってましたよ、いや、切れない、生の、ね、自己紹介いきましょう、あ、はい、うん、あ、カメラあそこ、あそこですか、はい、リュウマと申します、お、入店まだ1週間ぐらいですけど頑張りますのでよろしくお願いします、イエイイエイ、
て緊張感がすごいあって、うん、それあつたで真面目で誠実で素直な子なんですよ、うん、この1週間だけでもそうですね、もうすぐ分かる。お見合いにはもってこいのタイプ、もってこい、お見合いです。でも年もあれですよ、僕一緒なんで、近いだよね、いいあの味が出て、そうなのよ、はい、熟して男として、だからあの大人な接客を、そうです、そうです、はい、またねそういう世代の話もねあのできるからいいよね、こうカラオケとかもさ、うん、やっぱさ、うん、ね、やりやすいんじゃないかな、昔の曲も歌えて最近のもね、うん、歌えて、はい、万能昭和ですね、そうだよ、うん、やっぱ昭和だよ、はい、ね、そうですね、みんな昭和でしょうと、いや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 、バリ平成です、平成がいいじゃないかい、もうバリ平成ですよ、バリヒル、バリっていうところが平成だ、お前だわ、バリってお前、おもう一回バリって何平成バリって何、バリ平成、すげえつば出た今、うん、すげえ、そうだ、だから、まあ、今後に期待だよね本当にね、うん、うん、はい、もうさっきの3人もそうだし、どうしたんだろうね、どうしたの、どうしたの、あのリュウマも、ね、あ、何歳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 、質問質問、あ、何歳、27ですね、27、今年8の年か、年、いい年ね、いいね、うん、もうこれからに期待ですもん、ね、皆さんぜひ見に来てあげてください、うん、本当にね、はい、こうやって新しい子たちがこうやってね一気に入ってくれるの嬉しいね、嬉しいですね、今後、はい、僕たちも見てくれてるね、みんなもこうやって応援してくれたら嬉しいなと思うんで、ぜひさっき紹介したようによろしくお願いします、はい、ゆうまくんでした、あれ、なちさん、はい、もう一人いますね、大型新人が入ってきましたね、はいはい、じゃあ最後登場してもらいましょうか、そうですね、はい、遅刻したんですけど、新人の、新人の、じゃあどうぞどうぞ、よ、何かに似てるんですよ、この新人、何に似てるの、はい、何か似てるな、なんかでかいな、せ大型新人だね、大型だな、いろんな意味で、でけえし、もうバスケット選手でしょ、なんなんもう、宮口マジで、なんなんでしょ、これ私服できやがったな、わかりました、イエーイ、さあ、じゃあ、自己紹介からもう楓と申します、久しぶりです、あの今日香水がなかなか熱いんだよね、もう俺らに色気を出すんじゃない、はい、今してね、はい、ルカオカエデ君です、はい、よいしょ、ちょっと遅れちゃいました、いやだいぶだよ、もう残り8分 で今から巻き返せるから、ね、でもスター性があるね、はい、その、はい、ある意味ほらランさんも言ってた、昔のオールのね、もう最後ギリギリに来て頑張るって、お前そういう昔の俺も持ってるやつがこう、で全部持ってっちゃうんですよね、あったま、あっためてさっきまで全部清見のね独断場だったのね、もうだって清見元気出してるよ、清見さん話さなきゃ、もうだってもうこうなると、だって僕のさっきまでのだんじり祭りがもう開き、そうだね、また汗かいてきちゃうね、ちょっと見たいですけどね、もう汗かいてくるから いやでもね、やっぱり、はい、清美さんのね、良さはやっぱり清美さんはね、もう怒涛の滑り芸だから面白いと思ってやってますよね、え面白いと思ってやったそれが問題、はい、うん、でもそこがいいとこだね、すごいとこ尊敬してますもんね、そうですね、うん、なんか僕の慰め会みたいな後半になるのにさ、ね、やめて、ね、後知らずの残り7分にしてお前を慰めるってすごいそうそう、タンクトップ、タンクトップ、なんか喋ってくださいよ、じゃあ楓さんね、もう楓が、楓の好きなようにね、もう、はい、楓が聞きましょうか、最後ね、あ、10周年ですね、うん、10周年ということで、すごいですね、10周年、そうなかなかないですよね、10年やりますみたいな、楓は1周年、うん、僕1年半です、1年半、じゃあもうちょっとでまあ2周年か、うん、はい、そうだね、ソラと半年しか変わんないんだね、そうですね、あ、そこは先輩だもんね、ソラはね、一応でちょっとだけ、そうだよ、そらくんがにちょうど俺ぐらい、今月20歳で入ったのか21で入ったのか、うんと22で入ったんですね、うん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 、なるほどね、はい、すごいですね、でも楓くん飲まないのって言ってますけど、うん、飲みますか、あ、いいですか、テキーラ、じゃあもらいましょうか、タランチュラ、テキーラ、タランチュラ遅れたんで、じゃあタランチュラ、タランチュラをじゃあ2杯、タランチュラ2杯、お、誰か、タランチュラ2杯、誰か飲むんかな、いや、この2人、いや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 、キョウミくん、キョウミくんと、はい、すみません、あとおしぼりください、おしぼりを、はい、爪脂肪の方で、爪脂肪の方いやなんかね、清美が本当にね、どんどん滑るごとに顔にうっすら汗をかき始めてるんですよ、最初のオープニング、すげえ涼しいなと思ってたんですけど、ちょっともう垂れてきてる、もう垂れてますもん、垂れ流し
清美くんは脇汗見せてっていうことなんで、はい、僕脇汗止めてるんで分からないですよ脇汁が、はい、しかもなんか多いなさあじゃあ、はい、タランチュラもじゃあ微妙にこれは楓さん の遅刻への禊ですよ、はい、禊な、はい、嬉しいですよお願いしますお願いします、はい、清美さんも僕何の禊ですかこれ楓となんかイケメンとして飲みたくない。乾杯、あの初ですよニコ動でビールとかじゃなくてタランチュラ飲む人うわテンション張るだろこれ一杯目がねこれってね40度のお酒なんであの、かなり今日の仕事にあの楽しいいい影響が出るんじゃないのかなって思いますよね、はい、ありがとうございますでも美味しいですね皆さんあの熱すぎるドッキリかよ悪いなちょっとうまいうまいうまい熱しもですよ熱い熱いフリーも熱いやつこの前のトンネルズ見てるなお前完全に下りを出るやつだよね髪の毛の汗したたりをしよう冷たいやつ激辛わさび水も用意しといてほしいなはいもう最後終わる時もう最後熱しもですよビンタビンタめっちゃ汗の量が増えた気がしますねえぎつない量がそうね。海君にも。でもほら、残り5分になってこうやってね、こうバナでも出てた5人が出ますよってちゃんと揃ってね。はい。やっぱりね、オールワイトね、ケツにはちゃんと合わせてきますね。はい。さすがです。だからこう周年の意気込みをじゃあ一人ずつ語っていきましょうよ。せっかくだから。そうですね。周年に向けての。はい。じゃあソラ君どうですか。周年ですね。まあ5日ですよね。そうですよ。そう5日水曜日。水曜日。あのまあ、去年は入ったばっかで何も、ね、祝うことはできなかったんですけど、今年はちょっと気合入れてオールホワイトの誕生日を祝おうと思います。はい、イエイイエイ、はい、そららしい。じゃあ遅れてきたルーキー、ルーキー楓さん、まあね、10周年というわけですごいその10周年の時に働けてるのをね誇りに思って盛り上げていこうと思うんでこれからね10周年20周年といくと思うんですけど、はい、10周年はやっぱり大事だと思うんで盛り上げていきますんで応援よろしくお願いします。イエーイ、じゃあランアドバイザーお願いします。お願いします。まあ長いことこのグループいますけどね、オールの10周年って言ってもね、まあ自分自身は次で3回目ですか、はい、ただ今の、自分が見てる中だとおそらくは今までのオールの歴史の中では最強のメンバーだと思いますので、今年のね、周年はこの最強のオールホワイトらしい営業を見せれればいいなと思いますので皆さん応援よろしくお願いします。じゃあ清美は番宣方式でじゃあ俺今飛ばしてくるのかなと思って俺はお問い合わせになっちゃうじゃんこれもういやーほんとねオールホワイト来月11月5日グランドオープンめでたくするってことで従業員10周年やないかい。そう時間となって時間となって盛り上がっていくんで皆さんよろしくお願いします。よいしょ、イエイ。じゃあ最後ね、ナチュラよ、はい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 、10周年っていうね、すごい区切りの、年に、初めての自分が代表での、周年をやらせてもらって、もうとにかく日頃お世話になってるお客様たちに、喜んでもらえたらなっていう気持ちで、従業員一同、お待ちしてますので、はい、きっと涙あり笑いあり清美の滑りあり、はい、とそれはいつもあるんで盛りだくさんの周年をね見せれると思うのでぜひ、たくさんのお客さんのね、ご来店をお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。お願、はいします。はい、待ってます。これもすごいですよ。130人がねもう見てくれてるからね。ありがたいことです。130人来てくれる可能性ありますよね。そうなんですよ。はい、もうこれがね全員来てくれたらうちもさらにもういいですね。引き出物をね、はい、しっかり用意してるので、はい、きっとお客さんに喜んでもらえるんじゃないかなっていう引き出物なので、
それもまた楽しみにしてればなっていうね。あとまあ企画で代表のパラパラもあり、はい、ありかもしれないので、ありかも、はい、ぜひぜひ踊らせてください。はい、はい、あと何かあるかな、11月のイベントの告知は。あ、クーヤバースデー、クーヤー、クーヤがもう時間的に間に合うのか分かんないですけど、クーヤいたらいいな今、はい、先月のナンバー2、やばいね、ナンバー2、はい、バースデーなんで、はい、いない、ぜひ、いないんですが、いない、バースデーもサイトでチェックしてくださいね。イエーイ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。